こんにちは。こんにちは。今日はチャカさんに来てもらってるんですけど。あ、むちゃくちゃ久しぶりですね、チャカさん。そうやね。で、今日はひよこさん、ね、チャカさん来ていただいたのは、呼びつけた理由はね、原付2種を買ってもらおうと思ってるんです。いきなりやな。今回は早草乗りのチャカさんにセカンドバイクとして原付2種を買わせようとひよこちゃんが企んでおります。僕はやぶさ乗ってるからさ、大は小を兼ねるからな、ね、原付き2種はちょっと買う気なれんな。あ、そうなんですか、原付きの良さは分かってないね。いやいや、やっぱり大きいのに限るよ。大きいのに限るよ。大きいのに限るよ。こういう原付き2種ってどうなんかなって、思っちゃいますよね。1300cc 乗ってますからね。うん、なんと言ってもね、マウント取ってるから排気量で。まずどちら乗っていただきましょうか、ひよこさん。乗ってもらいましょうか。グロム。これがまた良くなったんですよ。これが。そうそう。どう良くなったんですか。アクセルシャフトを純正に戻したんですね。アクセルシャフトこれなんですけど、改造して余計に乗りにくくなってしまって。そう、乗りにくかった。あとはタイヤですね。タイヤをこれハイグリップタイヤ入れたんですよ。 TT93GP。 そうや、これちょっと味わってもらいたいね。じゃあちょっと乗ってみようかな、まあ、早速行きましょうか。はい、行きましょう。こっち130キロぐらいで、これ103キロやったと思う。あ、でも軽いって感覚はわかるかも。そうやろ、なんかおもちゃみたいやろ、大丈夫、来れる、はい、抜いていってくださいよ、ひよこさん先頭で。はい、行きます、抜いていきます。で、チャカさん前行ってもらうで。あ、でもこの音結構迫力あるよな、このグローム、ちょっと回しただけでかなりなんか力強い音が。そうでしょ、それデビル、それはデビル感が入っとるからね。デビル感やね、やっぱりこれ。おっと、ね、おっとおっと、すごいスピード、すごいスピードでしたね。危ない。音が気持ちいいでしょ、ほんま。まあ、姿勢もね、あの体が起きて、見やすいと思いますよ。早草よりはね。そうそう、なんかこの前のめりにならないから、あんまり、タイヤが変わってわかります、それ、前回と違うの、なんかね、あの乗りやすくなってる気がする。そうでしょ、こうも違うかっていうぐらい、ちょっとアクセル回しただけで進むな、グローム。そうです。ああ、そうか、グローもそうだ。まだ全然実績あると、味付けが変わってますわね。お、刀。まあ、チャカさん、そうですね、あのハヤブサをね、奥さんとしたらですよ、こういう125の小さいバイクいたらね、若い女の子ですよ、すぐ遊べる、ね、奥さんがおってもそのそばに置いておきたいと、はい、それはどういう例え？で、即質的な例えかな。そうですね、即質。乗るにこのなんか身構えなくていいんですよ、もうなんか。まあ確かにそうやね、そうやん、はやぶさ乗ろう思ったら身構えなんかいいやん。ひよこちゃんも買わせようと圧力をかけていくぞ。コンビニとかちょっとちょいと行くにとかね。まあ確かにそうやね、そうやん、なんか手軽さがあるね、確かに。ここはひよこちゃんカーブ長いで、まあ大丈夫か、コーナーのひよこやから、攻めとる。胃が開いてきた。おい、わあ綺麗。ほんまや、綺麗。このグロムはこの支持機がちょっとあれやねんな、ちょっと変わったとこについて。そうホンダ、ホンダですからね。ホンダ乗り、ホンダ乗りになんか怒られてます。どこに止めん、近くまで、近くまで行ったらどっかあるでしょう。うわ、牡蠣の養殖の、ああ磯の匂いがするわ、ものすごく。やったあ、見てなかった何してたテイク2して、テイク2疲れました。あまりテイク2できるほどでいいもんではない。人身事故や、今の。さあ
これってヘルメットどこにかけるの？こっち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 。ハンドハンドハンド。中、あ、これこれこれ。これでガサッと。ここここ。これです。これ。ちなみに茶花さんなんでこんな前につけてるの？まあ前の方が声がここから通るかな。なるほど。ここから近いから。うん、ここで音拾ってると思ってるから。あ、そうね。ここで。だから、うん、ここで音拾ってると思ってるから。うん、僕はね。口に近いところで。だから結構声張って。うん、まバイク乗ってるから風でこう声がこっち行ってまうから。そうここから出てここに拾ってもらうっていう。ああ、なるほど。斬新。斬新。こういうことや。そうですそうです。こういうことです。そうです。はめ込むと。そうです。それはまた難しい。おっ、パシャリさん、パシャリさん、うん、あ、取れてる、壊しとけ、大丈夫、これで盗まれないです。よいしょ。ここ、初めてなんですね。水道楽、そうです。うん、席行きますか、行きますか。完成です。右で。右様です。いや、あ、あ、ポイントです。だから砂利みたいな。砂利ですね。なんか珍しい。めちゃくちゃ厚着してますからね。もう真冬の格好や。真冬のこの人の車も全然来とるから。どうですか、茶花さん。これすごいね。まずこの数が多いと、まず黄金まず大きい。これ初物やな、よう考えたら初物ですね。なんか修学旅行みたいに出てきましたね、これ。うわ、美味しそう。すごい美味しそう。美味ほら。カキ、うん、ばっかりです。プレッシャー。これね。これひつまぶし。何もかけんと食べる。おい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 。ちょろげ出とうが、ちょろげおい。口からちょろげ出とうが。これなんかブラ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 。食べてばっかりやな、だんだんここがどくなって秋の貝柱って言うの、これ。うん、で、そのカエルが口の中にふわっと広がる。すごいね、さすが。さすが食レポの王やね。キングって言ってくれる。キング食レポキングじゃん。脳が停止した。停止せんといて。ちょっとね、茶花さんにね、SR ちょっとだけ乗っていただこうと。はい、初乗り。初乗り？初乗り。じゃあ、初エンジンかけやね。まあ、じゃあ、ひよこさん、エンジンのかけ方から教えていただいてよろしいですか？私もだいぶ前からかけてないから覚えとんかな。まずこれ、キックを出すでしょ。で、ちょっとね、これが抵抗あるところまで行く。やめます。あ、ここ引っかけますね。うん。これ、デコンプ引っ張って5センチほど下げますよ。今やな、ここ見たら、ほら、今、銀色に光っとるじゃん。はい。で、この状態で、またがって、うん。単車にまたがって、そっちの足ついて。で、エンジンかけなかった。はい。で、これで思い切り、思い切り。ニュートラルになってましたね。今のカットで、今のカットで。で、引っかかるとこまでまず、肩、そこ。で、デコンプ引いて、ゆっくり5センチほど下げる。ゆっくり。はい、ストップ。はい。で、足戻してください。でこれ見てください、銀色、はい、この状態 で思い切り、思い切り、思い切り、そう、おお、今のとこだけ使おう、今のとこだけ使おう、さすがさすがやな、一発です、一発です。ひよこちゃん先頭でまたお願いします。待って、で、あ、キック戻しておきましょうか。うんうんうん、あ、ここ、そうよいしょ。慣れてないのがちょんばりになってる。はい、向かすね。あっこの SR、はい、何ものすごい、なんかバイクの振動、はい、すごい感じる。そうでしょ、めっちゃやさんが酔ったことが今分かった気がする。こんな感じでね、40何年前もこの海辺を走っとったんではないかと、うん、
でもこのなんかドッ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 っていう、うん、なんかこの音とともに来る振動が心地いいね。そうでしょ。うん、それが味なんですよ、味。うん、バス抜いていきますか。まっすぐやんな。うん、そう、今日は平日なんでね。このなんかコーナリングはまだグロムの方がなんか扱いやすい。うん、うん、飛ばすバイクではないですね。あ、確かにね。もうすぐやで、丸山サンビーチ、ひょうちゃん。丸山サンビーチって、あの、看板が出てきたら。ここ？あ、出てきた。ここ？はい。はい、今、軽トラ入ったの。うん、もう丸山サンビーチ出てるやろ。うん。ね、平日しかバイクで行けないとこ今向かっておりますよ。ああ、そうなんや。そうです。はい。貴重な体験。そうでございます。あ、へえ。バイカーに優しい。そう、バイカーに優しい。いいとこ、ここの細いとこで挟まる人とかおるんかな。中にはバイク B 向こうやって着きました。あ、キャンプとかやっとってやん。あ、なんかごついいなっと、すごいいいなっとで、ま、はあ、ええ感じ、ええ感じ。そしてね、これ SR、 これまだスイッチ類がいいでしょ。ウィンカーとか、うん、こういうほら、この昔の構造のまんま。確かにな。ね、こんなパッシングとかもな。うん、うん、ほんまやな。こういうやつとか、ハザード。これがいいんですよ。そのメーターの男がお気に入りやから。なんかデザインが。かっこいいね。うん。で、このタンクもこのシュッと、このシンプルな。シンプルかつ美しい。1枚のエブレンド。これ鉄ですか、これどうちゃうんですか、どうなんかな、真鍮、真鍮なの。こすってみたら分かるやん。あ、どうやわ。そんなこと、そんなことしたの。え、なんか今使えそうな音したで今。あれ、みんな騙されるな。まんまとハマったな。たけし、たけしミッチェル。これジャムなんじゃん。すごいんやって、これ。ポートレース。こうやって邪魔。こうやって邪魔。それがそれ。これだね。そうそう、これ。何歩ほど食べるんですか、ひよこさん。これ。え、いや、こんなつもりなかったんや。なんか、すごいで。さっきお腹いっぱい、ね。ほらほら、早く食べないアイスが溶けてまいよう。つまむし食べれんくて、僕がちょっと食べたのに。一番多い。うまい、すごいな。また、ロケじゃないな、海見もってね。うん。まあ、美味しい。え、チャカさん、ガトーショコラ。ガトーショコラ、あ、あの、ごめんなさい。もう自分のことばっかり考えとって。いや、おしゃれな食べ物。うん、おしゃれな食べ物。ひよこのやつもおしゃれな食べ物。今めっちゃ迷っとる。速い、早いな。早いですよ。そうなん、うん、早い。SR より早いんや。いや、なんか、うん、SR 抜いてまいそう。さあ、ということでね、チャカさんがね、あの、もうバイクを買うということに なりましたね。お前ね、オープニングぐらいの時はもう、大は小を兼ねるとか言ってたけど。うん、どうですか、125cc。 いやー、なんか、ショーはショーで、なんか、そうでしょ、うん、バイとは違う魅力があるっていうか、面白さがある。そう、ヒラヒラと、ヒラヒラとね、うん、そうそう。